ボルトレディオチャレンジ、うちの子たちが喋ります。レッツレディオチャレンジボリューム2。皆さんからの他の話ももっと聞きたい、またやってほしいという声に第2弾をやることになりました。イエイ。今回もツイッターで事前アンケートを取った結果、最も票が多かったものがテーマになってます、うんうん、早速メンバー呼びたいと思いますはい、こんにちは、ボルトの高井千穂です。よろしくお願いします。第2弾決まったことはどうでしたか？そうですね、前回ちょっと惜しくも3分に収まりきれなくて、本当に惜しかったんですよ。前回惜しかったでしたっけ？惜しかったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。だから、すごいちょっと悔しかったので、もうちょっとだったなと思って。じゃあもう一回皆さん確認してくださいね、はい、惜しかったかどうか。リベンジです。はい、じゃあ今回のテーマは何でしたっけ？今回は私が最近見ているインスタグラムについて紹介したいと思います、はい、じゃあ制限時間は3分以内ですけど大丈夫ですよね、今回はね、さすがにね。そうですね、前回惜しかったんで。そうですね、今回はいけると思います。これいい感じで収まる感じで。はい、わかりました。ではちょっとスタート準備いいでしょうか？ OK です何貯めたの？何貯めたの？なんか貯めた方があのちょっとやる気、あ、やる気なんだ、出してる感が伝わるかなと思って、間違って口挟んじゃってすみません。じゃあいきますよ、はい、よーい、スタート。はい、ということで今回は私が最近見ているインスタグラムについて紹介したいと思うんですけど、あの本当にたくさん見ているので今回は3つ選んできました。あのまず1つ目、こちらです。おばたのお兄さん。はい、おばたのお兄さんは小栗旬さんのモノマネでおなじみだと思うんですけど、インスタグラムには他にもたくさんのあのなりきり動画というかモノマネしている動画を投稿していて、最近だとちびまる子ちゃんだったりジブリの作品のキャラクターになりきっているんですけど、ちょっと思い出すだけで笑ってきちゃうんですけど、あの本当にキャラクターをすごく忠実に再現していて、あの顔のパーツもこう多分紙とかで自分で工作してあの顔にこう貼り付けてなりきっていて、あの最近面白かったなって思うところが、あの千と千尋の神隠しに出てくるかまじいっていうキャラクターになりきってる投稿なんですけど、そのかまじいのことを好きになっちゃう動画って、なんかこう勝手にドキュメンタリー風に編集している動画があるので、すごくそれが面白かったです。あとおばたのお兄さん、たまに自分が書いた文字も上げていて、私も自分のインスタグラムであの字を上げているんですけど、おばたのお兄さんの字は本当に綺麗で、あの憧れです。はい、続いて土佐祐樹さんです。土佐祐樹さんは高校生あるあるっていうものを挙げているんですけど、あの高校生あるある、生徒の視点から見たあるあると、こう先生から見たあるある、あの私がまだ現役高校生の時にそれを見つけて、あの本当にびっくりするぐらい共感できる動画がたくさんあって、まあ、中でも好きなのがテストに出てくるところめちゃくちゃ似合わせてくれる優しい先生とか、あと全くその学校に思い入れもないし人に関心のない暗い物理の非常勤講師っていうのがあって、本当に面白いんですよ。あとなんかあの配布されたプリントが白紙ではしゃぐ生徒みたいな、あの、まあ、私が言うのもあれなんですけど、ちょっとくだらないことからあの面白いものまでたくさんあるので、すごく面白いです。あの土佐祐樹さん、もちろんこれあるあるを全部一人で演じてるんですけど、その土佐祐樹さんのインスタを見るとなんか一つのクラスを見ているような気分にもなれるので、すごい表現力がすごいなと思いました。はい、最後もう一つ、もう一人の方は、田中達也さんです。あの田中達也さんという方はミニチュア写真作家で見立て作家の方なんですけど、私はテレビで知って、あのインスタグラムを即フォローしました。どうしたの？誰か目覚ましなんてかけちゃって、何したの？今頃起きるのかな。はい、まあ、私はね、話を続けますね。この田中達也さん、ミニチュア写真家見立て作家なんですけど笑っちゃう。あの毎日ミニチュアカレンダーを投稿していて、あの日用品とか食べ物を使って
あのミニチュアを作っているんですけど、あの本当にこんな身近なもので作れるんだってめっちゃ感動しました。あの例えばあのその投稿のタイトルが勝負を諦めるなって言うんですけど、あの田中達也さん文字遊びも得意なのでちょっとキャラメルとねかけているんですけど、あのキャラメルのこうわずかなこう格子っていうんですか、格子の部分をあの将棋のマスに見立てて、あのミニチュアで将棋をしているところを作っていたりとか、あと私が一番好きなのはあの女の子はあの使うと思うんですけど、コスメ用品を使ってあのアイシャドウ、ブラウン系のアイシャドウを砂浜に見立ててこうビーチのミニチュアを作ったりとか、なんか本当に身近にあるものでいろんな作品を作っていて、あと食べ物を使った投稿には絶対ハッシュタグのところにこの後美味しくいただきましたって書いてあって、なんかそういうのをすごくほっこりするし、ぜひね写真だけでなく文章の隅々まで見てあの楽しんで皆さんにもね見てもらいたいなと思っています。以上、私が最近見ているインスタグラムについてでした。イエーイ。3分には収まらないかね。いやね、ちょっと私も思ったより長くなっちゃってちょっとお腹なりそうになりました。お腹なりそうになった。ちょっとお腹空いてて今。あ、そっか。お腹空いちゃったのがちょっと喋りすぎちゃった。じゃあ無理だ。3分は無理だ。無理？無理だ。あ、本当に。これ企画チェンジしましょう今度。何分にしたの？10分以内とかどうでしょうか。10分喋れるの？あ、逆に次はあれか、間が続かなくなっちゃうか。そうだよ、確かに。いけるんだったらいいよ。じゃ高い地方だけ7分にする。7分、あ、ラッキーセブンいいです ね。それかあの 1.5 倍速ぐらいに早送りにしてもらって。あ、そういう感じで、はい、私喋るの遅いので。あ、なるほど。それぐらいがちょうどいいかなと。わかりました。じゃちょっとそれは後で相談しとく。でも3分は超えたっていうことね今回。はい、はい、お知らせお願いしてもいいですか。はい、お知らせです。はい、私たちボルト7月15日にメジャーデビューアルバムポップをリリースします。イエーイ。そしてただいまそのポップに収録されている足音という新曲が配信中です。皆さんたくさん聴いてください。そして今後もなんともう2曲配信されるので、あのそちらも楽しみに待っていてほしいんですけど、あれなんかあるんですかここで。そうだね、なんかちょっともしよかったら、お、次の曲、はい、なんかやってもらえたら、次の曲をこんな感じっていうのを、もしかしてあの青山なのはちゃんがやってたあの花歌みたいな感じですか。そんな感じです。おー、ちょっと私なりの花歌いきます。いや、どの曲だっけ。あ、あれだ。つけつけてつ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 てててつかとかどんとかかとかどんとかでで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 。あ、ここまでです。危なかダメだよ、やっちゃう。あのダメです。あのイントロのある、あ、イントロって言っちゃいけないのか分かんないけど、あれですね、言葉がない部分鼻歌って非常に難しいですね。これはあのこれで皆さん楽しみになったと思うので、さらに、はい、楽しみにしていてください。最後はボルトのこの曲でお別れしたいと思います。この曲はあの一番ライブを思い出すというか、聴いてるだけでみんなで拳を上げて盛り上がってるあの光景が思い浮かぶ曲だなと思っています。最後この曲聴いてください。ボルトで夜更けのプロローグ。